ハインリヒ2世。ハインリヒ2世は、バイエルン大公、ケルンテン大公。リュードルフィング家のバイエルン大公ハインリヒ1世と、バイエルン公アルヌルフの娘ユーリとの間の息子で、神聖ローマ皇帝オットー2世のいとこにあたる。神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の父、喧嘩公と呼ばれる。955年に、父ハインリヒ1世が死去し、4歳でバイエルン大公位を継承した。973年に皇帝オットー1世が死去し、オットー2世が18歳で皇帝位につき、ハインリヒはオットー2世の母アーデルハイトと共に政治を担った。しかし、同年末、ハインリヒの義兄にあたるシュバーベン大公ブルヒャルト3世が死去した後、オットー2世がイボニー・リュードルフの子、オットーをシュバーベン大公位につけると、ハインリヒはオットー2世に対し反乱を起こした。また、ノルトガウの併合を企み、同地を領するオットー2世支持者のバーベンベルク家と見られるベルトルト・フォン・シュバインフルトと対立した。この結果、974年にハインリヒは逮捕され、インゲルハイムに幽閉された。その後ハインリヒは、インゲルハイムから脱出し、バイエルンに戻ったが、976年に、オットー2世は、バイエルンの首都レーゲンスブルクを包囲し、ハインリヒはボヘミア公ボレスラフ2世のもとに逃れた。ハインリヒはバイエルン大公位を剥奪され、同大公位はオットー2世の甥のシュバーベン大公オットーに与えられたが、バイエルン領東部はオーストリア辺境伯領として、バーベンベルク家のレオポルト1世に、ケルンテン地方は新たにケルンテン大公領として独立させ、ルイトポルト家のハインリヒに与えられた。同年、オットー2世は、ボヘミアを攻めたが大敗し、これをきっかけにハインリヒは、ケルンテン大公ハインリヒ及び、アウクスブルク司教ハインリヒと共に反乱を起こした。これに対し、977年に、オットー2世はハインリヒを支持するボヘミア公ボレスラフ2世を、再び攻め、これを屈服させた。さらに、オットー2世は、パッサウに逃れた。ハインリヒラを攻め、978年に、ハインリヒラは逮捕され、ユトレヒト司教の監視のもと幽閉された。ケルンテン大公位は、ザーリアー家のオットーに与えられた。983年、皇帝オットー2世が死去し、幽閉を解かれたハインリヒは3歳で即位した、オットー3世に、最も近い男系親族として、オットー3世の後見人となった。しかし、翌984年の復活祭に、ハインリヒは、クーエドリンブルクに、自らの支持者を集め、自身を国王に選出させた。この甥簒奪に、ザクセン大公ベルンハルト1世やマインツ大司教、ビリンギス、シュバーベン大公コンラートらは反対し、また、ギフブルグント王コンラートが、皇帝の母、テオファヌを支持する中、985年に、テオファヌが、摂政となることをハインリヒも認め、その見返りとして再びバイエルン大公位が与えられた。当時バイエルン大公であったルイトポルト家のハインリヒは、再びケルンテン大公位を与えられ、ケルンテン大公であったザーリアー家のオットーには、ライン上流域砂岩の豊かな領地と支配権が与えられた。なお、ケルンテン大公位は989年のルイトポルト家のハインリヒの死後、ハインリヒ2世に与えられた。995年、ハインリヒ2世は没し、息子ハインリヒがバイエルン公位を継承したが、ケルンテン大公位はザーリアー家のオットーに再び与えられた。息子ハインリヒはまたいとこにあたるオットー3世の死後、ハインリヒ2世として王位に就いた。ブルグント王、コンラートの娘ギーゼラと結婚し、3子を設けた。ありがとうございます。